では中央大学行ってみたいと思います。本日の条文はこちらで、空小辞問題10問あるんですが、ちょっとさすがにこれ全部やってるとですね、時間が長くなってしまいますので、最初の5題行ってみたいと思います。では一緒に頑張りましょう。すみません、まずは設問の指示の一読だけお願いいたします。で皆さん、第一段落でございます。皆さん、注釈一箇所だけついておりまして、ここですからね、頭金。で皆さん、空欄一番こちらですからね。で、選択肢皆さん10個中ちょっと6つしか見えてないんですが、意外とこっからいけますからね、ということですね。皆さん、一読していただいた後検討をお願いします。で皆さん、念のため残りの選択肢4つもお見せいたしますね。すみません、これで選択肢全部見えました。改めて検討をお願いします。すみません、これどうやって攻めていくのかでございますが、まずは空所の左側。皆さん、ザ・セイムと来たら後ろに想定できる表現ありましたね。そうです。ザ・セイムと来たら後ろは A as B。もしくは A、ザと B ですね。まあ、特に as なんかは関係代名詞。で、それで皆さん選択肢眺めていただいたかと思いますが、ちょっとないんですよね。で、ないということは次に考えられるのは関係代名詞の省略。ですから皆さん、このバイクの直後に関係代名詞の省略。で、皆さん、あと思い出すだけでございますが、関係代名詞の省略が起こるパターンが決まってましたね。そうです。名詞、名詞、動詞。で、後ろに目的語はないと。で、そういう感じで並んだ時に、皆さん、2つの名詞が並んだ間に関係代名詞の省略。それが起こるんでしたね。で、そうした側面から選択肢を皆さん眺めていただきますと、選択肢の D が良さげですよね。で、皆さん、空所の左側でございますが、バイクという名詞。で、D の一番出だしは、I という名詞。で、その右は動詞が来ておりますが、admire。褒めたたえたよー。何をー。ということですので、他動詞。で、後ろに目的語があるのかなって見てみると、皆さん見ての通り、前置プラス名詞。つまり、目的語がないですね。ですから、関係代名詞の省略のパターンバッチリ。よって正解は D ということで、よろしいかと思います。さあ皆さん、続いての段落でございます。まずは空欄2番。選択肢こちらから検討をお願いします。さあ皆さん、これヒントは空所の前後のコンマですよね。そうです。コンマとコンマに挟まれておりますので、挿入部分。ですから、品詞は副詞と判断できますね。で、皆さん、これでいけそうな選択肢と言われたら、皆さん、2つに絞れるかと思います。皆さん、もちろん選択肢の A と H。皆さん、A の出だし、バースティング、ING。で、選択肢の H、文と seeing, ing。皆さん、副詞の働きをしている ing。皆さん、名前が決まってましたよね。そうです。分子構文。で、皆さん、この2つに絞った後、皆さん、意味で考えるのかという感じなんですが、ちょっとその前に文法的な処理をさせていただきます。皆さん、特に選択肢の H ご覧くださいね。seeing me, 点々点。まあ、もちろん、分子構文でいいんですが、皆さん、この seeing の左側に意味上の主語がないですね。そうです。意味上の主語が省略されているということは、皆さん何が起こってるかわかりますよね。そうです。この空所2番の前後にある主語と同一人物。同じだからこそ、皆さん省略がされる。で、皆さんこれで主語一体誰なのかということでございますが、皆さんここに私がいますよね。ですから皆さんこの選択肢の H のこの seeing の左側にも私を補って考える。で、そうすると皆さん主語は私。で、C は他動詞。で、皆さん、me、目的語になってますよね。ですから、主語は私。そして、目的語も私。そうすると皆さん、なんかおかしなことに気づきますよね。そうです。主語と目的語。皆さん、同一人物になっちゃってますよね。で、皆さん、主語と目的語を同一人物にしたければ、皆さん、目的語にある特徴的な形、起きましたよね。そうです。目的語は、うにゃうにゃセルフ。マイセルフにしなければいけないんですが、そうなっていないので×ですから、正解は A ということでよろしいかと思います。では続いて空欄3番、選択肢検討をお願いします。すみません、これは空所の右側のコンマ、コンマ、アンドが最大のヒントですね。そうです。こういう形があれば皆さん並列ですから、 A コンマ B コンマアンド C、この3つが同じ形で並列してるんですよね。で、皆さん見ての通り、この B の部分は put。そして C の部分は pondered。動詞の過去形。で、皆さん動詞の過去形を並列してると。で、皆さんこの最大のヒントは動詞の過去形が並列されてる。
で、そういった側面から皆さん選択肢眺めていただきますと、おそらく B か C に絞れますよね。で、皆さん B、C であれば、皆さんどちらも SV。で、動詞は過去時制。で、あとはどっちにしますかということですが、皆さん選択肢は C。特に皆さん、My mother。これがいけるのかどうか。そこで第2弾なくもう一回一番先頭から眺めていただけるとよろしいかと思いますが、皆さん C、そして her、そして皆さんさらには her、もうこれでわかりますよね。まあ最後ここにも her と書いておりますので、空欄3番に皆さん my mother 置けるわけがないですね。ですから C とか her という代名詞で統一されておりますので、普通の名詞に変えることはできません。ですから正解は B ということでよろしいかと思います。さあ、続いての段落でございます。空欄4番の検討をお願いします。皆さん、これは空詞の左側、前置詞オブが最大のヒントですよね。もちろん前置詞の後ろですから、SV は置けない。となってくると選択肢の H。皆さん、ING だったら皆さん同名詞ということでバッチリ。ですから、これはもう一発で正解 H ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いての段落でございます。皆さん、これ空詞5はここにあるんですが、ちょっとと長いので、まずは全体像を把握するために一読だけお願いいたします。すみません、これで選択肢見えましたので検討をお願いします。すみません、これの最大のヒントは空詞の左側 C、まあ、もちろんうにゃうにゃを見る、そうです、他動詞でございますので、空詞のところには目的語で、目的語として皆さんいけそうなものと言われたら、これまた一発で決まりますよ。そうです。選択肢の E の if 説。これもご存知かと思いますが、C の目的語に皆さん if SV。これで皆さん、うにゃうにゃかどうか確認する。もしくは、うにゃうにゃかどうか確かめる。確認するとか確かめるという意味で非常に有名な用法ですからね。ですから、もしご存知なければ、今日期間にぜひ覚えていただけるとよろしいかと思います。ということで、正解は E ということでよろしいかと思います。すみません、お疲れ様でございました。先ほど出てきた情報の中で次につながる情報ですね。まとめていきたいと思います。まずは最初の星印。関係代名詞の省略パターン。こういう形でしたよね。名詞が2つ並んで、その後ろに動詞。で、さらに後ろに目的はないですよ。といった場合に、皆さん最初の名詞が2つ並んでる間に関係代名詞の省略が発生する。これはさ、しょっちゅう見かけますよね。そして二つ目でございます。分子構文の意味上の主語。それはその文章の主語と同一人物になった時に省略が発生しました。そして三つ目ですね。主語と目的語、本来イコールになるはずがないんですが、まあ、そこを百歩譲ってイコールにしたい場合、目的語はうにゃうにゃセルフ。先ほどはマイセルフ。そして一番最後ですね。三つ以上同じ形を繰り返す場合、こんな感じでしたよね。コンマ、コンマで繋いでいって、そして次の表現が最後ですよ、という時には、アンドやオアで締める。で、皆さん、黒板一番上でございます。C の目的語に接続詞プラス SV。で、そういう場合は皆さん C、見るじゃなくて確認するとか確かめる。で、もちろんこれを頭の中に定着させることが理想なんですが、覚えやすいように書き換えますね。さあ、復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。あとは画面右側ですね。皆さんの指などで隠していただいて。で、丸1番から丸7番。そこに貼る5個をスラスラ言えるよう活用なさっていただけますと幸いです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。